リオネル・ジョスパンはフランスの官僚、経済学者、政治家。フランス社会党第一初期ジャック・シラク政権で16代目フランス首相などを歴任した。1937年7月12日にフランスのバリ近郊にあるムードンに生まれる。成果はプロテスタントを信仰する過程であった。1965年にフランス国立行政学院を卒業し、 フランス外務省に勤めた後、パリ第11大学の経済学教授になる。九百七十一年にフランス社会党に入党する。九百八十一年六月に国会議員に初当選。同年から九百八十八年までフランス社会党第一初期を務める。フランソワミッテラン政権では九百八十八年から九百九十二年まで、 教育大臣を務めた。1995年に再び、フランス社会党第一初期に就任し、同年5月の大統領選挙に、フランス社会党候補として立候補するが、ジャック・シラクに僅差で敗北した。1997年6月の総選挙で、フランス社会党を中心とする、左翼勢力が勝利し、左翼連合政権のフランス首相に就任する。 多元的左翼路線を掲げて、当時同じく政権にあった他の社会民主主義政権とは一線を画した政策を行った。ジョスパンは学者出身らしく実直な方物というイメージの人物であり、大衆的な人気は求めづらい人物であったが、それがかえってフランス国民に受けた。また、フランス首相時代には、組閣にあたって5月革命の中心となった、 1968年世代を積極的に登用し、その中にはジャック・ラング、ベルナール・クシュネル、マルティーヌ・オブリー、エリザベート・ギング、ドミニク・ストロス・カーン、ドミニク・ボワネ、クリスチャン・ソテールなどがいる。精神な内閣を目指し、フランス首相経験者のミシェル・ロカール・トローラン・ファビウスら、党内実力者を人事から完全に排除することに成功している。こうして、 第三次コアビタシオンとしてのジョスパン内閣が成立したが、この内閣の実績としては、国内外から実現不可能とされてきた週35時間、労働法の成立志向、市民連帯協定の実現などが挙げられる。2002年6月に、再度2002年フランス大統領選挙に立つが、左翼候補の乱立のために、第一回投票で、ジャック・シラクとジャン・マリー・ルペンに敗れて、 政界引退を宣言した。この結果選挙は、シラクタイルペンという前代未聞の右同士の直接対決となった。事前の世論調査では、シラク候補とジョスパン候補の支持率はほぼ合格であったことを帰り見、敗北の結果は、落雷にあったようなものと表した上で、極右政党候補者が20%の支持を受けて、第2回投票に向かうということは、 フランスとフランスの民主主義にとって有意識事態であると語った。この後5年間の政府への奉仕の結果が第1回投票敗退があったことに落胆を示した。そしてこの情勢を可能にした右派の先導策と左派の分散を受け、ジョスパンはこの大統領選挙の終了後に政界から引退することによってこの敗北の責任と結果を一身に負うことを表明した。 また、その日までは、首相としての職責を粛々と、まっとうするとも述べている。最後に遺憾と感謝の意を支持者に表し、5年間全力で、尽くしてきたフランス国民に対しては敬意を表した上で、社会党員と左派に対して、フランスの将来のために、次のフランス国民議会選挙に向けて、今から行動を起こしていかなければならないととした。 2005年頃から著書を発表するなど活動を活発化させ、2007年フランス大統領選挙に向けて、フランス社会党が候補者に決めてを書く中で様々な憶測を読んできた。また、世論調査でも常に2007年の大統領選挙の候補として一定の支持を得てきた。しかし、左派の大統領候補として、セゴレーヌ・ロワイヤルが台頭すると2006年6月に、 ジョスパンは TF1 の放送に出演して状況が整えば出馬する準備はあると語り続く8月の社会党夏季セミナーでは引退後発の公式演説をし出馬宣言を期待されたがロワイヤル候補の批判と自らの首相時代の実績をアピールするにとどめた左派系の候補としては最後までロワイヤル候補に次ぐ支持を得てきたものの保守系の候補として ニコラ・サルコジが有力化する中結局ロワイヤル候補で一本化する流れが左派の大勢となり、ジョスパンは出馬を断念9月29日に立候補しないことを表明した。第36回セザール賞の脚本賞に輝いた2010年のフランス映画戦争より愛の関係に本人役で出演。劇中で 今時私の支持者なんて珍しいといった自虐的なセリフを述べている。2002年に92歳で尊厳史を選んだ母、ミレイユの最後の日々を妹で作家のノエル・シャトレが綴った小説最後の教えが出版されている。また、同作を原案とした映画92歳のパリジェンヌが2015年に公開されている。ありがとうございます。